皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。わけで今回はアニバーサリー佐野選手使っていきたいなと思います。初めて佐野選手使っていくんですけど、なんか噂によるとね、アーティストぐらい使用感がいいらしいんで、なんか本当なんかと思う気持ちがあるんですけど、まあ、今回はね実際に使っていきたいなと思います。高弾道で阿部秀広角、まあ、確かにねアーティストと思ってもおかしくない特殊能力なんで、まあ、これはちょっと期待できるかな。これはまずい相手と当たったね。連勝が、俺の連勝が危機的状況に。これ負けたらもう剥がれんみよ。スピリーグが終わったらね、ちょっとランク戦の廃止もしようかなと思ってるんで、ちょっとそれまあボール球ヒット、ちょっとそれまでね連勝はなんとか続けたいんですよ。うん、うまい。いやー流しの底抜けられるか。おお、何しとん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 。大谷さん、そこでのそのエラーは結構痛いよ。ちょっと完璧に流し打ち警戒攻略されるまでは長けでいきます。よし、オッケー。さあまだまだ怖いバッターは続きますが、幸い広角持ってないバッターが続くんで、まあ刺されば刺さるんだよな流し打ち警戒。広角持ってる人にはあんまりねやりたくないやり方なんですけど、よし、でっかい広角なければだいぶ刺さる。あー、これはやばい。いやー、どうしよう、変えるのもマジでありだけど、もうちょっとだけ様子見る。うー、怖いね、ヒヤヒヤするね。うん、もう一球スプリットかな。これ打たれたらもうしょうがないわ。よし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 、これでどうだ。うまい。いやー、まあしゃあないな。ちょっとボールに投げたかったけど入ったもんはしょうがない。まだ流し打ち警戒でいけそう。よし、オッケー。さあ1点は上出来じゃない。さあ特能フルマックス、これ全部出るのいいよね。シリーズ2からね特能弱くなっちゃってて、チャンスが、なんだっけ、対エースになったんだっけ。それがアニバでね変わってくれてるんで、これはでかいです。あー、ダメかー、今正面か。流すか引っ張るか迷ったけど、引っ張る選択肢は間違ってなかったと思う。タイミングが良くなかったかな今。あー、振っちゃったよ。やばいやばいやばい、ちょっと緊張してる。あー、いいとこ攻めてくる。なんかもうちょっと甘いところにズバズバ投げてほしい。今のは無理やな。外角来たら三塁線狙おっかな。うん、そう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 、そうやって狙えれば十分なのよ引っ張り警戒は。さあ広角出たから、ここはホームラン打ちたい。マジいいとこ投げてくんだけど。うん、ビタビタすぎる。もうちょっと甘く来てくれ。さあ3ボール、いや振ろう、ここ強気に行きます。うん、と思ったけどコース良すぎる。そのスラーブなー、むずいんだよな意外と。うん、詰まってるけど抜ける。さあこれはチャンス。藤川さん、これどうするんだろう、勝負するんかな。あ、広角出た。いや勝負するのも結構勇気いると思うけど、うん、勝負しますね。これもう一球ツーシムかな、一応ストレート貼っとこう。うん、入れてくるか。うん、これはボールですね。さあ満塁、オッケーオッケーオッケー、とりあえず同点。さあただ満塁は続いていくよ。さあ王さん、ここで王さんでかい。まあまあ高内さんですよね、そこら辺ですよね。あ、出ない出ない、これはでかい。うん、あ振っちゃうよな、くっそ。いやー悔しいですね。いやーここでなー、ホームランとか出とけばもう勝ちにだいぶ近づいたのに。いや取れるっしょ、センター取ってお願い。よしよしよし、いやー、ここ抑えたらでかいぞ。変えてもいいんだけど、意外と合ってないんで、もうちょっといけるかな。さあその空振りは何を狙ってるのか、それが気になる。さあ追い込んで、まあ、普通にね。いやー、ボール振ってくれたんだけど落ちるな。
ただビビりすぎてもしょうがないんで、ある程度強気にね。そうですね。さあ何を狙っていくか。うわー、見るかー、いいとこなんだけどね。うん、いいとこ攻めてるよ、我ながら。ゲッツーじゃない。うわー、今のゴロだったらな。まあまあまあ、でも抑えてる。さあ、ライダー出してきましたね、吉野部さん。いやー、広角出ないならこっちのもんですね。もう長系が強え、広角出なかったら。うわ、いいボール。いや、ゲッツーな、今のはなかなか振れんな。ボールでいいよ。うわ、フランカー、これでどうだ。うわ、今ちょっと入れようと思ったけどギリ入らんか。さあどうしよう、振るかなこれ。でけえ。さあビエイラちゃん来ましたね、ビエイラちゃん。いやー、ビエイラってるな、速いんだよ球が、めちゃめちゃ速い。行ったかな。あー、行ってないけど、まあまあまあ、でも先頭ツーベースでかい。さあここは村神様で決めたいんですけど、次が佐野選手なんですよ。一応佐野選手の動画なんで、佐野選手で決めれたらなと思ってるけど、まあ、普通に連勝の方が大事なんで、ここは普通に決めに行きます。うーん、落ちるなこれ。あ、終わっちゃった。うーん、周平さん、そのエラーは結構響くよ。まあ今のはたまたまだと信じたい。まあ補給は B で高いんでね。まあ何百回に1回のエラーだと信じて、まあ今のは目つぶろう。マジでこの1個前の試合でだいぶ体力消耗したから、ちょっと楽しく打ちたいよね。一応佐野選手の動画なんで、佐野選手1回しか回ってきてないのに、感じの緊張感だったんで、ちょっとね、ここはゼロで抑えて裏で楽しく打って終わりたい。ああ、よかった、でけえ、なんか盗塁してくれた。いやー、広角出ないときついな。せめて阿部紐出してほしかった。長径か外角かな。ああ、まあまあ、普通にインコース勝負してくれるならなんとかなるはず。なんか構えシンプルでいいよね、佐野選手。構えは確かにタイミング取りやすいかも。いやー、いいとこ行くね。外角はやめてくれ。うーん、落ちるかな。うん、長径引っ張っちゃったね。さあようやく先行来たね。で阿部飛出ましたと。いやー、先行がなかったからあんま回ってこなかったって思っとこ。よーし、楽しく打つぞ。もうヒリヒリしたくない、もう楽しく打とう。いやー、うまそのチェンジアップは振るわ。うますぎその配球。やべー、3の0や。何がアーチストや。そもそも打ててね、ヒットすら打ててね。あー、やべー、また負けそう。もうヒリヒリする、ヒリヒリするんよ。てか今日なんかね、ずっと配球丁寧、相手の人がマジうまい。いや、もう出し入れがいいね。出し入れいい人しか当たんないわ。ほらもう平気でなんかこう四隅使ってくるもん。あー、とりあえずね、とりあえず。あー、いや、もう正面や、やばいやばいやばい。同点のまま裏は本当にメンタルがもったいない。てか本当に今日こんな試合ばっか。待って、佐野選手の動画だよね今日。いやー、正面臭くね、もうやだー。おー、周平、それ取れるならセカンドマジでありじゃね。え、今の取れるんだ、怖いね。ホームラン打たれたら終わりだもん、連勝終わるもん。あー怖い怖い、あー怖い怖い。ヒヤヒヤしながら投げております。もうツーシームが甘くいった時点で終わりです。うん、いいよ、スプリット強すぎるんだよ本当ビエラの。いいとこ行ってよ。うわ、フランカー、もう一軒行こう。振ってくれん、本当にお願いだから振ってほしい。投げる球ないって、もういいや、ボール球で。ああ、ボール球行くこれ。はい、よしよしよし。あ、おお、怖いよ、びっくりするよそのびっくりマーク。いやー、ちょっと怖いけどね縦すら。いやー、センターフライ一緒。ああ、耐えた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 し、佐野さん回ってくるね。なんで正面いくかな、やばいな、タイミングがズレズレ。あ、ここもう、ここ打とう、ここ打てば全部解決。
行ったでしょ、行ったでしょ、行った、入ってよ、入ってくれよ、入ってくれよ、今ホームランかと思った。危ない危ない、もうそのオーバーランやめてくれ。まあ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 、とりあえず1本です。はい、とりあえず待って、今ホームランだったらな、ホームランでいいやん、今もうあとちょっとやってやん、もうホームランやん、それもう佐野さんアーティストって言わせてよ、今入ってアーティストって言おうと思ったのに、入ってよ。もう全部正面か、ずっとファーストライナー打ってるって。うん、よかった、このスリーランバカでかい。ちょっと待って、佐野さんの動画なんですよ今日。うん、違う、ひりついた動画をお届けしてると思うんですけど、一応佐野さんの動画なんですよ。で、佐野さんも最後のあの惜しい1本しか打ててねえし、まあでも試合自体は面白いんで、まあこのまま動画出すんですけど、ちょっと佐野選手また今後使うんで、はい、ちょっと佐野選手で、ね、使用感知りたい人はちょっと今後の動画も注目してください。ちょっとカットするのはもったいないぐらい、結構連勝中でいい動画、いい試合になってるんで、まあちょっとこのまま流すんで、しっかりここを抑えてね、また連勝中で、回したいと思います。ちょっとさすがに周平さん、ここは守備固めさせてくれ。ビエラでいっかな。まあでも本当に、いや、いい試合だよ、ずっといい試合だよ今日。全部ヒリヒリしてるもん、なんかランク戦とは思えないぐらい俺ドキドキしてるもん。え、嘘、超えないっしょ。あ、よかった。あ、まあまあ、とりあえずもう勝ったら全て正義だから、とりあえず連勝をね、連勝伸ばして、連勝中から生放送したい、本当に連勝中から生放送したい、それだけ。今の振らないってことはだいぶスプリット頭になる。いや、俺はだいぶスプリットが頭にあると思うから、ツーシームで攻める。うん、いいよいいよ。え、お、うん、え、